何もや、お前見とったで、ケリちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そうや、道島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないか。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの子どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん、甘甘や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、まええー、わ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで、ユウル。はいはい、覚えておきます。どんなやり方でやるっちゅうんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、言っちゃっとるか。いいえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らぬ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。済みましたか。はあ、その強がりどこまで続くかな。
アホくさ。筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何？でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃー。ほら、どないしてお前をマジにしたるか、早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。久しぶりやの、キルちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるな。あキルちゃんならわかるやろ。笑いどころやないか。別にええぜ。そこのドア入ったとこにおる。言うたやろ、ケルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。
本気も本気。おお、マジ。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。おじさん、はるか、怖かった怖かったよ。遅くなったな。嫌です。
私、他に好きな人が…ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な声。え？それで？ほれ、ここ危ないで。早う行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色を伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうか。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの。蹴るちゃんよ。お前、いや。